ドナウ連邦構想とは、オーストリア、ハンガリー、チェコスロバキアなどの中央、ヨーロッパに位置するドナウガー流域の諸国で、連邦国家を構成しようとする構想である。歴史的には、民族主義が高揚した、ハプスブルク君主国末期から論じられるようになり、これまでに多種多様な地域統合案が生み出されている。民族主義の高揚を背景として、 ハプスブルク君主国末期から論じられるようになった連邦国家構想である。中央連邦構想と呼ばれることもあるが、同じ中央に属する国でも、基本的にドイツは含まれず、あくまでオーストリア等東のドナウ川流域の諸国のみを対象とする。なお、ドイツを含むものとしては、かつて大ドイツ主義や小ドイツ主義と共に提案された中央帝国構想があった。 オーストリア主体の連邦構想の中では、アウレル・ポポビッチが1906年に独語で発表した著作、大オーストリアが衆国が特に著名である。この種の構想としては、他にドナウが衆国などがある。オーストリアを排除して、ハンガリー主体の連邦国家を構築するドナウ連邦構想を、スイスを模範として、聖シ首都バーンの王冠の地を連邦体制とする。 東のスイス構想など、複数の連邦化構想が提案されたが、いずれも実現することはなかった。オーストリア帝国からの独立のために人々に決起を呼びかける古州トラヨシュ。オーストリア帝国は、ドイツ人、ハンガリー人、チェコ人、クロアチア人、ポーランド人、イタリア人など、非常に多くの民族を抱えた多民族国家であった。ハンガリーの下級貴族、 コシュートラヨシはハプスブルク家の支配から完全に独立した上でオーストリアを除外してハンガリー主体のドナウ連邦を樹立しようとした。1848年自由主義的な中小貴族の代表としてコシュートはハンガリー革命の指導者の一人となるがオーストリアとロシア帝国の援軍によって革命運動は鎮圧され亡命を余儀なくされた。1862年 コシュートは亡命先のミラノにおいてドナウ連邦構想を発表しオーストリアからの独立とハンガリー国家再建案を明らかにしたこの案においてコシュートはハンガリーがオーストリア以外の近隣諸民族と結んでドナウ川流域を連邦化することによって一気にヨーロッパ諸大国と肩を並べる勢力に成長することを目指した連邦化しなかった場合 大国に挟まれているハンガリーはどちらかの陣営に組みすることでしか生き残ることができないとコシュトは考えたのである。結局、コシュトの構想は退けられて、オーストリア・ハンガリー帝国が成立することになるが、アウスグライヒまでのハンガリーでは、完全独立派と帝国内妥協派の2派が存在していた。自由主義的な中貴族を基盤とするグループは、 ドナウ連邦構想を支持し続けたが、自由主義的富裕貴族及び中貴族右派を含む広範な層は、平和的にオーストリア帝国からの情報を勝ち取った方が、賢明だと考えるようになった。ハンガリーの資本主義化した王子主が、経済的にオーストリア資本を必要としていた上、ロシア帝国によるポーランドの1月放棄の弾圧が、反スラブ主義の脅威をかき立てたのである。 また、ハンガリー王官僚の領土的一体性を損なう危険があるとして、ハンガリー大中貴族がコシュートラの連邦化計画を拒絶したことも、ハンガリー主体のドナウ連邦構想に決定的打撃を与えた。オーストリア・ハンガリー帝国内の民族分布図。ドイツ人、ハンガリー人、チェコ人、スロバキア人、ポーランド人、ルテニア人、スロベニア人、セルビア人、 クロアチア人、ルーマニア人、イタリア人、ドイツ人は、総人口の半分に満たず、ハンガリー人もハンガリー王国の半分ほどの人口しかなかった。1866年の広島戦争に大敗北を喫した後、オーストリア帝国の威信は低下し、帝国政府に対する諸民族の自治要求の機運が、ますます高揚しつつあった。諸民族は、自治要求こそすれども、 ハプスブルク家からの完全独立は要求しなかった。ドイツ帝国とロシア帝国という強国に挟まれたこの地域で小国が存続することは不可能に思われたため、ハプスブルク君主国の範疇での権利獲得という選択肢以外はほとんど考えられることはなかった。また、イタリア統一戦争によってイタリア北部の領土を喪失し、 北部の統一ドイツ国家からも締め出されてしまったオーストリア帝国の関心は必然的に東側のドナウ川流域に向けられることとなった。すなわちドナウ帝国関連の浮上である。オーストリア皇帝フランツヨーゼフ一世はハンガリー貴族たちの要求に応えてアウスグライヒを実行しオーストリア帝国からハンガリー王国領を分離した。フランツヨーゼフ一世は 聖イシュトバーンの王冠をいただいて、ハンガリー王位につくことで、1867年5月29日に、オーストリア・ハンガリー帝国を成立させた。二重帝国の中央官庁として、共同外務省と共同財務省が設置されたが、外交、軍事、財政以外の内政権は、完全に認められるなど、形式的にはハンガリーは、独立王国となった。 一民族のみが優位を獲得したことを受けて、諸民族のハンガリー人に対する反発が高まったが、彼らはまた同時に自らも妥協を勝ち取ろうと工作を開始した。聖バーツラフの王冠の複製品。神聖ローマ皇帝カール四世が、自らも、チェコの英雄バーツラフ一世の後継者であることを、印象付けようとして作らせた。ボヘミア王権の象徴である。 ハウスグライヒ直後の1867年12月に制定された新憲法では諸民族の平等が規定された。1871年、ハンガリーに取られたものと同様の措置を要求するボヘミアのチェコ人たちに対し皇帝フランツヨーゼフ一世並びにドイツ人の優位性を維持しながら自由主義的な中央集権体制を目指す。 ドイツ人自由派に属する首相カール・ジーク・ムントフォン、ホーエン・バルトは、セイバーツラフの王冠の下に、ボヘミア王国の独立を承認しようとした。フランツ・ヨーゼフ一世のボヘミア国王,王としての、大冠式の実施も決定され、実現すれば、オーストリア・ハンガリー・ボヘミア三重帝国が樹立される、はずだったが、この大冠式はハンガリー首相アンドラーシ・シジュラ・伯爵の、猛反対にあって断念された。 ハンガリー国内の総人口において、ハンガリー人は半分程度しか占めておらず、ハンガリー国内でのスラブ民族の地位向上に繋がってしまう恐れがあり、また、スラブ民族の名手としてロシア帝国の介入を促す恐れもあったためと考えられている。実際に適用されたのはハンガリーのみに止まったが、この時期のオーストリア帝国による一連の妥協の動きは、 同君連合への移行という形での帝国連邦化計画だったと言える。フランツ・フェルデナント大公の暗殺、ハンガリー国内では、大公のようなハンガリー人の権利を脅かす好意継承者は不信感を持たれていた。帝国議会議員レートリヒは次の発言を残している。あっちではよく耳にするよ。ハンガリー人の神様が、 哀れなセルビア野郎に発砲するよう仕向けたんだとね、フランツヨーゼフ一世は、三重帝国計画を断念せざるを得ず、また年齢を重ねるにつれて保守的になっていき、晩年には、三重帝国を認める気はなくなった。しかし、後位継承者であるフランツフェルディナント大公は、ボヘミアの白爵令状、ゾフィー・ホテクをひとしただけあって、親、スラブ的な傾向があり、 また帝国においてすでに高い地位を占めているにも、かかわらず諸々の要求をするハンガリーを剣をしていた。フランツ・フェルディナント大公と、ベルベデーレ・サークルと呼ばれる大公の仲間たちは、行為を継承した、際の帝国改変について、以下の3つの案を持っていたとされる。ベルベデーレ・サークルに所属していたアウレル・ポポビッチが1906年に発表した、 大オーストリアが衆国という書物は当時のベストセラーとなった。この本では君主国全体を民族集団の分布に応じて15の反主権的州に区分することが想定された。1911年、ベルベデーレサークルに所属していたミランホッジャはフランツフェルディナント大公に当てた覚書の冒頭で後位継承後すぐの段階で クーデターあるいは全身的な改革によって二重主義を撤廃し、ハンガリー人分離主義者の野望を打破すべきと書いている。皇位継承者の周囲は、こうした思想の人物で固められており、皇位継承者自身も完全に同一とまではいかなくとも彼らと類似の思想を持っていたのである。1914年春に84歳のフランツ・ヨーゼフ一世が既得状態に陥ったとき、 すぐさま、フランツ・フェルディナント大公は、ベルベデーレサークルのメンバーを招集し、公儀の際の対応策を協議した。ハンガリーについては連邦化と、男子普通選挙の導入が予定され、ハンガリー議会が改革を拒否した場合には、直例で導入することも検討された。皇帝が回復したことにより、ベルベデーレサークルのプランは、幻のまま終わった。それからわずか数ヶ月後に、 サラエボ事件で、フランツ・フェルディナント大公は暗殺され、ベルベデーレサークルはその役目を終えることになる。1914年7月14日、サラエボ事件によって勃発した第一次世界大戦は、開戦当初は帝国内の少数民族を結束させたが、国民生活が困窮に追い込まれた、大戦末期にはむしろ分離、独立を思行させるようになった。九百十八年に、 ロシア革命が勃発したこととドイツ帝国の相次ぐ敗退はこれまで両強国に挟まされていた諸民族の自治要求運動の方向を転換させていった。10月16日皇帝カール一世は帝国連邦化の直令を出したが10月末には諸民族はこれを尻けて次々と独立を宣言していった。オーストリアと 新たな諸独立国は別個の道を歩み始めたが、ハンガリーでは独立ばかりが論じられていたわけではなかった。諸民族は歴史的、経済的、地理的に密接に結びついており、あえて分断すれば、各国間に新たな少数民族問題を抱え込むことになる、と、ブルジョア旧新党党首、ヤーシオスカールらが主張したのだった。古州トラヨシュが1862年に述べた。 連邦化を行わないハンガリーは2、残流の勢力に過ぎないが、連邦化するならば、一挙にヨーロッパの大国に成長するだろうという大国化の理念に基づき、ハンガリーが中心となって、ドナウ連邦を実現させることが考えられていたので、ある。また、スイスに亡命した皇帝カール一世も、ハプスブルク家とドナウ流域諸国の未来を考え、以下の見解を持っていた。 中央諸国の経済力は脆弱なため経済共同体を作るべきである。彼らは帝国時代には長い年月にわたり相互扶助を必要としていたためさらに横の連携も必要である。基本的に独立した個々の国家を統合する君主、体制下のもとでこのような共同体は成立可能である。英国のチャーチル首相は連合国首脳会談の場で繰り返し ドナウ連邦の実現を主張した。写真は、ヤルタ会談のもの。第二次世界大戦が勃発した当初は、小国が乱立することによって、中央情勢が不安定化したという認識が、支配的であった。当時国の指導者だけでなく、亡命者を受け入れる立場となった、連合国側もこの地域の連邦化を積極的に支持した。やがて大戦後期になると、ソビエト連邦が、 ナチスドイツに対する攻勢を強め、中央地域におけるソ連の影響力が増大した。このため、小国乱立による不安定な情勢の解消というよりも、もっぱら中央の共産主義化を防ぐための手段として、連邦を作ろうとする動きが活発になった。ソ連による中央支配の危険を察知したウィンストン・チャーチル A 首相は、考えられるソ連支配に対抗する。 平行力として中央に連合組織を準備したいと考えた。1941年6月以後イギリスとソ連の間でオーストリアの戦後についての話し合いの場が持たれたが、この会談においてイギリスは2種類の連合形成案による解決を提唱した。鉄のカーテンで西欧と東欧に分断され、中央が消えた冷戦期のヨーロッパ。結局は、 中央に連邦が作られることはなく、オーストリア以外のドナウ流域諸国は共産主義陣営となってしまう。ソ連のヨシフ・スターリン書記長は、後者のドナウ連邦が反素的な性質のものになるだろうと判断して、前者を支持したが、イギリスは大戦が終結するまでひたすらドナウ連邦の実現を主張した。1943年のテヘライ会談において、チャーチル首相は、 バイエル・ン・オーストリア・ハンガリー・ラインラントの連合を提案したが、チャーチルはこの考えを、1944年10月のスターリンとのモスクワ会談でも、1945年2月のヤルタ会談でも繰り返し述べている。オーストリア・ハンガリー帝国の元皇太子オット・フォン・ハプスブルクも、ドナウ連邦論者の一人で、チャーチルのドナウ連邦案に対して、賛意を表明した。 オットー大公は彼による君主制のもとにオーストリア・ハンガリー・ルーマニア・ボヘミア・モラビア・スロバキア、それにもしかしたらクロアチアからなるドナウ連邦を形成することを亡命先のアメリカで唱えた。ハプスブルク継承諸国のすべての亡命政府と政治的指導者は王政復古に激しく反対したがチャーチルとフランクリン・ルーズベルト米大統領は この夫を対抗の提案に考慮を払った。戦艦期のチェコスロバキアで首相を務めたかつてのベルベデーレサークルのイチンミランホッチャも中央連邦、政策と改想と題する英語の本を出版し、ソ連とドイツの間に位置する8カ国の連邦化を訴えた。チェコ人やスロバキア人といった中央の小国民がに大国の狭間で生き延びる。 ためには、農民民主主義を基盤とする安定した政治体制を構築し、かつ、バルト海から英華海に至る海老地帯の連邦を自立するべきとするのが、ホッチャの主張であった。なお、オットー大公とホッチャは結託して、君主国の復活を画策しているといった噂も流れたが、ホッチャは、中央連邦において、連邦制への円滑内行のために、君主制を採用する、 可能性は排除しないとしつつ、ニューヨークタイムズのインタビューでは、ハプスブルク王朝の復活はあり得ないと主張した。いずれにせよ、チェコスロバキア亡命政府での主導権争いに敗れたホッチャの提案は、議論の対象にもならず無視され、忘れ去られてしまった。シュバルツゲルベアリアンツが提唱する、新しいハプスブルク君主国の範囲。その領域は、 かつてのオーストリア・ハンガリー帝国のものとは一致せず、南ティロルやガリツヤ等は含まれない。戦後、オーストリア第一共和国初代首相を務めたカール・レンナーがオーストリアを再建した。レンナーはドナウ連邦論者として知られていたが、構想は実現しなかった。ハンガリーやチェコスロバキアは次々と共産主義国家となっていき、冷戦の時代に突入したのである。ヨーロッパは、 鉄のカーテンによって西欧と東欧の二つに分断され、中央という地域区分は意味をなさなくなった。しかし冷戦終結後の1990年代になって中央という概念が急速に復活した。1991年2月15日にポーランドチェコスロバキアハンガリーの旧東欧三国がビシェグラードグループを結成したことは、 中央地域の結合計画の方がと言えたが、チェコスロバキアのビロードリコンによってこの試みは中断された。そもそも中央諸国には中央という地域レベルでの結合よりもヨーロッパ共同体への参加への関心の方がより強くあり、2016年現在では全ての中央諸国がヨーロッパ連合への加入を果たしている。現在においては ハプスブルク家のもとで培われた600年以上の共通の歴史を背景として中央諸国の集合体を組織して EU においてより大きな存在感を発揮しようとする主張が根強くあり、オーストリア首相のボルフガングシュッセルが中央ワンベネルクスを作って英独仏などの EU の大国に対抗しようと提唱したこともある。構想の仕掛け人であるオーストリア政界関係者は いずれ、チェコなども拡大 EU の中で小国の悲哀を知り、中央諸国の大道団結の必要性を分かってくれるだろうと語ったが、未だ具体的な形にはなっていない。また、オーストリアのシュバルツ・ゲルベ・アリアンツやチェコのチェコ・コルナなど、ハプスブルク家を共通の君主としていただく、同君連合を樹立しようという応答派政党も、いくつかある。2017年現在、 これらの政党はいずれも弱小政党に留まっている。しかし、度重なる EU の難民政策で国内問題が多発、中央銀行を抑えたドイツ中心の経済政策により EU 参加国が不利益を被り、発言権が低い中央で新元宝思想が生まれた。カールフォン・ハップスブルクを中心に騎士団が復活し、中央各国の要人が入団し新たな 連邦結成に向けた動きが始まっている。また、各国国内でも連邦結成の動きが見え始めている。アウレル・ポポビッチによって提案された大オーストリア合衆国の案。ハプスブルク家の君主の不可侵性を歌いつつも、君主国全体を民族集団の分布に応じて15の反主権的州に区分する。どのように線引きしても国民の飛び地が生じてしまうため、 各州には相互にマイノリティを保護する義務が課される。孤立したマイノリティが周辺の優勢国民に有機的に同化するのは仕方のないことであり、むしろ有益であるとポポビッチは唱えたが強制的な同化については強く否定した。想定された反主権的州は以下の15州である。ドイツ・オーストリアドイツ・ボヘミアドイツ・モラビア・ボヘミア、スロバキア西ガリツヤ・ヒ ガリツやハンガリー・ゼックラーラント、トランシルバニア・トレンティーノ・トリエスト・クライン・クロアチア、ボイボディナ各州は独自の政府、議会、司法を有し、外交、軍事、関税、法体系、主要鉄道網といった共通項については、連邦政府が担う。連邦議会は二院制からなり、会員は完全男子普通選挙による選出、上院については、 従来の世襲議員の数を大幅に減らした上で、法律家や議士など、職能別に構成された議員を新たに付け加える。合衆国の公用語はドイツ語だが、州レベルでは独自の公用語を定めることができる。ポポビッチの大オーストリア合衆国は、ドイツ系勢力に広く受け入れられ、大オーストリアを志向する保守派や南スラブ系のカトリック界からもある程度の支持を得たという。 しかし、オーストリア・ハンガリー二重帝国の解消を意図したという点で、ハンガリー人の反発を受け、ドイツ人の中央集権主義を容認したという点で、スラブ系諸国民からも敵意の目で見られた。五民族地域すなわち、オーストリアの四分割と歴史的ハンガリーによって民主的連邦制及び民族自治を基礎とした東、南ヨーロッパを形成すべきと説いた。 ヤー氏のこの構想は、古州都のドナウ連邦構想を基礎としたものであり、歴史的、経済的、地理的に密接に結びついている、この五民族地域がそれぞれ独立国家を形成しても、各国間に新たな少数民族問題を抱え込むことになると主張した。1918年10月に出版されたヤー氏の著書、ハンガリーの将来とドナウ合衆国によると、 この連邦の制度は次のように規定される。ヤーシの東のスイス構想民主主義体制下で民族省となったヤーシがハンガリーの将来とドナウ合衆国の内容を実行に移そうとした時には、すでに諸民族は分離、独立を宣言してしまっていた。そのため、ハンガリーと外部の連邦ではなく、独立志向の異民族を多く抱える。 ハンガリー国内に抗争を適用することを迫られた。そしてトランシルバニア地方のルーマニア人民族会議との交渉で議題に挙げられたのがヤーシの東のスイス構想である。その内容は次のようなものであった。トランシルバニア地方のルーマニア人たちはこの時期すでにルーマニア王国との接触を果たしており完全な分離と主権獲得を望んでいた。 あくまで歴史的な聖シュトバーンの王冠の地の国家的統一を維持しようとするヤシラ、ハンガリー政府側とは相反する考え方であり、ルーマニア人民族会議との交渉は決裂せざるを得なかった。四つのスラブ諸国及び四つのヒスラブ諸国の計八カ国、総人口一億千万の地域を想定する非常に大規模な連邦構想であった。この構成は必ずしも 固定的なものではなく、場合によっては、アルバニアやトルコを含む可能性も示唆されていた。ヨーロッパ全体の連邦化に向けた第一歩になると、ホッチャは述べており、ヨーロッパ統合のようなさらに大きな枠組みと両立するものとみなした。以下は、ホッチャの中央連邦構想の外観である。中央連邦の元首は大統領であり、各国首相から構成される協議会及び、 連邦議会において一年任期で選出される。連邦大統領は連邦首相及び各大臣を任命するほか、連邦議会の決定に対して連邦政府あるいは各国議会より意義が出された場合には最終決定を下す権限を有する。連邦政府には財務、対外貿易、外務、国防、通信、交通、法務といった省庁や、 連邦最高裁判所が設置されるほか、公正国間の利害調整を行う機関として、連邦協力省が置かれ、各国民の利益を代弁する無人諸大臣が任命される。連邦政府の職員については、各国が定められた割合の人数を提供する。連邦予算は、各国政府によって徴収された、連邦税によって賄われる。連邦議会議員は、 各国議会より選出される。人口比で言えば、100万人あたり1名の議員となるが、一国あたりの議員が10名以上、15名以下となるよう、調整される。連邦議会議員は、各国議会の議員から構成され、各議員の任期は所属する、各国議会の任期と同一とされる。連邦議会の公式言語は3分の2以上の、 多数決で決定されるが、各議員は15分間に限り、同時通訳付きで、自らの言語を使って演説することができる。連邦政府内の公式言語も、議会と同一とされるが、案件が個々の政府内で処理される場合には、当該国の公用語を使っても構わない。直接選挙で、連邦議会議員を選出しない理由としては、各国の選挙制度が異なっており、 8カ国同時に選挙を実施するのが事実上困難なこと、民意の急激な変化を防ぎつつ各国政府の政策との連続性を確保することといった点が挙げられる。財務大臣に責任を有する機関として、連邦中央銀行が設置され、各国有致銀行の5割がその参加に置かれる。連邦構成国では、単一通貨が導入され、関税同盟を基礎とする。 経済共同体が形成される。加盟国間の関税については遅くとも5年以内に順次撤廃されるが、農業など特定の分野については供給過剰を防止するために一定程度の計画経済が導入される。計画そのものについては加盟国間の合意を前提に実施されるが、連邦外部との貿易については連邦経済省の専権事項となる。ありがとうございます。